経験人数は何ぐらい？100は超えてるんじゃないですか。え？マジ？はい。男と？はい。あの経験人数の数字は持っていたのか、それとも実は本当に100人以上いるのか、本当の真実に迫ろうと思います。どうも皆さんこんにちは、青木かのんチャンネルのディレクターの松本です。最近切り抜き動画なので話題になっておりますレペゼンフォックスさんと令和の虎チャンネルさんのコラボ企画によるレペゼンの虎という生放送がありまして、そちらの生放送の中でかのんさんも出演したんですが、その生放送中にレペゼンフォックスの皆さんからかのんさんに対して経験人数何人ぐらいなんですかみたいな質問をされてまして、その時にとっさにかのんさんが100人は超えてるんじゃないですかみたいな感じの発言をしてしまいまして、経験人数は何人ぐらい？100は超えてるんじゃないですか。え？マジ？はい。男と？はい。それが結構切り抜き動画とかでヤバい女みたいな感じで悪い切り取り方をされてました。私も衝撃的で、カノンさんは性行為とかに関してそんなに興味がないというか、あまり好まないタイプだと思ってるんですね。私は数字を大幅に持ってる気がしてならないんですね。レペゼンさんの生配信ということでめちゃめちゃ気合が入って、その場を盛り上げようとして100人は超えてますって言ったんじゃないかなって思ってます。まあカノンさんのことだから何か絶対に爪痕を残さなきゃいけないと思って必死に喋ってるうちにだんだん空回りしてきて、でとっさに出た言葉があれなんじゃないかなと思ってるので、今回は本当にカノンさんは経験人数100人以上いるのかっていうのをですね確かめるべく、カノンさんとこれからプライベートで会うんですが、その時にちょっと隠し撮りをして、あの経験人数の数字は持っていたのか、それとも実は本当に100人以上いるのか、本当の真実に迫ろうと思います。カメラが回ってる状態だとカノンさんは多分また強がって、まあ、100人なんて余裕っすよみたいな感じで言うと思うので、隠し撮りはバレないように撮影していきたいと思います。なんか前レペゼンさんの生配信出たじゃないですか。1回目だった時って私エクステつけてたんですよ。あ、つけてましたね。で2回目の時エクステ外してたんですけど、個人的にエクステ外した方が映りよく見えるなと思って、どっちがいいんですかね。個人的には短い方が。もう難しいな。コメント欄で前の方が良かったとか今の方がいいってもうこうあるじゃないですか、うん、私が優柔不断だからそこがブレるな。2回目出た時にエクステ撮りながら出たじゃないですか、レペゼンさんの。コメント欄でエクステ撮りながらみたいな、切り抜きだけ見たら大先輩のレペゼンさんの生放送にエクステ撮りながら出るブレモノみたいな思われてるけど、いやあれ違うんだよな。自分の出番が終わって控え室でお疲れ様でしたみたいな感じで、じゃあもうエクステ外そうって言って外してたら急遽やっぱり出れますかみたいな、髪の毛半分めっちゃ長くて半分めっちゃ短いんだけどみたいな、その時にレペゼンさんが経験人数何人ですかみたいな話になったじゃないですか。やらかしましたね。なんであの時100人って言ったんですか。いや違うんですよ、だって渡るくんとの動画出してる時に10人も言ってない。基本付き合った人以外ではやりたくない主義っていうか、あんま得意くないんで、はい、やっぱレペゼンさんってすごい大きい YouTuber じゃないですか。私もすごい変に気合入っちゃって100人は超えてますって言ってました。いやあれもすごい失敗したなと思ってて、渡るくんとのカップル動画の時私多分1桁台じゃないですか。だってもう動画で公開情報だから動けっていうか、なんか100人っていうことでお前なんかじゃ無理だろみたいな感じで来るかなと思ってたんですけどまさかの込み待ちだったんですかあれ。いやそうです。私のチャンネル登録者さんはだって昔の動画で数人しかそういうこと経験ないって言ってるから、あ、かなんちゃん持ったっていうか冗談で言ったんだろうなって多分分かると思うんですけど、失敗したのが自分のチャンネルでやってるボケは他の人のチャンネルでやるべきじゃないなっていうか、関係値あるから松本さんこうやって突っ込んでくださるけど、はい、他の人のチャンネルでやったらそりゃそうですよね。突っ込みが来なかったから、あ、やべえ嘘です100人じゃないです7人ぐらいですって訂正するタイミング失って、あ、やばいやばいやばい100人取っちゃったみたいな100人で世の中に伝わっちゃったみたいな、いやちょっとやらかしましたね。これ実は撮ってました。撮ったって100人もう余裕ですよ。もうこれから虚国って言いますね。虚国って知ってますか。何虚国って。虚言癖で非国です。いや新しいことまた作った。虚国虚言癖で非国もう最悪じゃないですか、まずキャラクターが
こまってないが、ちょっといきなりすぎて。またこれから街中で巨木っておられます。ちょっと、いや、ちょっと待って、はい、展開が追いつかないんだけど。動画だとなかなかこういう話もできないんで、だからプライベートのタイミングで動画回しといて狙いました。これ訂正させるように。はい、めっちゃ恥ずかしいじゃん。もう夜中に伝わっちゃったから100人って。それはそれでももう仕方ないなと思っちゃったんですよ、デジタル タトゥーで他人のチャンネルで自分のチャンネルのような振る舞いしたらこうなっちゃうよみたいな。今回のこの動画で実は100人以上ではないと。めっちゃ怖くないですか。え、何の動画ですかこれ。今回の動画は皆さんの誤解を解こうという企画を今日持ってきました。でも私の視聴者さんは、はい、過去動画見てるから、はい、かのんちゃんは張り切っちゃったんだよねみたいな感じでコメントDM とかねくださったから、見てくださってる方いてありがたいなってって思ってたんですけど、でも昔から見てる方だとそうかもしれないですけど、ウベゼンさんの動画を見てから来た方はもうヤバいやつだと思われてますよね。もう本当にヤバい。ちょっと待って今私ね、はい、キャラ入り込めてないんですよ。ちょっといきなりすぎて完全オフなんで。動画の途中ですが、ここで少しだけ明日9月17日に関する宣伝をさせてください。なんと私青木かのんと明日会えます場所はですね、学校なんですけど、普段 YouTube では話さないようなことを話しちゃおうかなと思ってまして、ここ数年ですね、青木かのんのファンイベントを全然やってないということもありますので、この機会にぜひ青木かのんにちょっとでも会ってやってもいいかなみたいな風に思ってくださる方は、明日9月17日13時からですね、会場は東京福祉専門学校さんです。予約方法は画面の下にある概要欄の予約フォームからご予約できますので、皆様からのご参加お待ちしております。今日ここプライベートで来てます。私がママやってるお店ですね。次18日と27、はい、来てください。ちょっと待って、ほんとに待って、キャラキャラ、いやいやいや、100人なんて全然。あ、もう遅い、ね、もう遅い、もう遅い。いや、一旦キャラ作るのやめてもらっていいですか。キャラクターじゃないって素なの。レペゼンさんの再生数がもうすごすぎて100人の人だとなっちゃってるわけですよ。あと切り抜きもアプリがすごいから、切り抜き動画でこの女やばい、100本ノックみたいな何うまいこと言ってんだと思いましたけど、多分ここのチャンネルで冷静したところで規模が違いすぎて、もう100人の人に なってしまってるからか、この前100人の人ですよねって言われましたあ、終わったーって。親も見てましたからね。でお母さんにも私怒られました。あんたも本当にいい加減にしてって言われてもうごめんなさいって。あの嘘は下品でしたもんね。ちょっと待って、やめて私がお母さんで怒られてるところ見てましたもんね。見てました。いや、本当にもうちょっとやっぱ緊張しますよ。300万人のチャンネルに出られることなんてなかなかないから。まあ、カノンさんも頑張ってたんですね。え、ちょっと待って、その言い方されるとちょっと虚しくなってくんな。爪痕残そうと頑張ってたんですもんね。いい、言いたいとこつかなくていいな。ちょっとやめ。全然そんな、別に出ても出なくてもどっちでもいいなと思ってたんだけど、書き乱してやろうかなって。強がって滑ってましたもんね。噛みながら滑ってましたもんねって言われるの新しいんだ。なんかレッドボールで翼を授かってやる、本田翼的に。全然面白くないですよ。いいよ。会計するからね。秋葉原コネクトの私が働いてるお店なんですけど、店長今大丈夫ですか。レペゼン地球さんとの生配信見ました。切り抜きで。あー、切り抜き、はいはい、はい、何見ました。地球式の部分とか。ちょっとこれ新しいメニュー増えたんですね。あ、ごまかした。パティシエの方が手作りケーキをご用意してますので、9月13日からチーズケーキで。お酒好きな人も楽しめるし、ケーキ楽しめる人もいるし、ポケモンカード楽しみたい人、マジック・ザ・ギャザリング楽しみたい人、あとシャドーバース、カードゲーム楽しみたい人も、みんなこう幸せになるっていうね、やってますから。でも過酷です。過酷って何ですか。もういいから本当に。過酷っていうのはですね、虚言癖と非国が組み合わさって虚国になりました。100人切りの虚言ですね。ちょ、いいからね、もういいから。体験してもらいますか。あ、逃げた。あ、割り勘逃げた、ケチ来て。いくらですか。ユノさんがもう常連さんが出してくださったんですか。そうです。もう、え、また頼んだけどよかった。さっきケーキとかいろいろアイスクリームとか先にお礼を伝えしていただける。あ、そこさん、え、ピエロさんありがとうございます。ごちそうさまでした。じゃあお疲れ様です。次のままでが18日なんで18日に行きます。お疲れ様です。頑張ってください。お疲れ様です。いいんだね。ちなみになんですけども、はい、100人切り以外で本当にみっともないからね、言っとくと。自分のボケを自分訂正するって一番ダサいですからね。まあでもカノンさんがダサいのはもう全然わかってるんで、
この100人切り以外でまだ強がって嘘ついちゃったことってあるんですか？デブズさんとこではもう100人切りだけですよ。100人切りうるさいね、もういい。そしたらレペゼンさんのところ以外で人生でなんでこういうことになっていくの？まだ言ってないことって何かありますか？あ、ここでもう全部発表しましょう。ではおかしいだろ。高校時代の話になるんですけど、高校生の時高知高校野球部だったわけですよ。野球めっちゃ強くて、全国の高校球児だったらもう知らない子はいないぐらい。高2の春ぐらいで女の子になりたい衝動が抑えられなくて、男子寮大脱走して東京の高校に転校したんですよ。転校した理由についてちょっと過去動画出してるんで、ちょっと探してもらって、転校先の高校でそこにも野球部あるんですよ。そこの高校野球そんなに強くないんですよね。転校先の高校の野球部の子からもうすごいもう憧れの羨望の眼差しで見られるわけですよ。東くんってあの高知高校野球部なんだみたいな、うちの高校に救世主が来たみたいな、もう廊下にわーって集まってきて、あの高校テレビで知ってるよみたいな、東くん何そこでピッチャーやったのみたいな、ちょっとだよみたいな、甲子園で投げてたのみたいな、投げてたって嘘つきました。私共栄学園高校だったんですけど、共栄学園高校の全校生徒は私が甲子園でピッチャーをしてるやつだった。やっぱり極国ですね。いまだに同窓会とかで甲子園で投げたやつと友達なんて俺の人生の財産だよみたいな言ってもらえるんですよ。もうとんでもない嘘ついてましたね。これ出すんですか？ちょっと待って、これ出さない方がいいかもしれない。こういう関係が変わってくる。いやいや、もう全部出します。いやもう野球部の同窓会呼ばれなくなるから、もう後輩とかにも羨望の眼差し見られてんな。もしかしてカノンさん、ほとんど嘘で塗り固められた人生ですか？もしかして性転換してないんじゃないですか、まだ。これやばい、ついてるわけないでしょ。ここまで嘘が発覚してくるともうそれすら信じられなくなりますけど、性転換本当にしたんですか？もういい、もういい、もういい。あ、逃げた。巨国。あ、巨国。いや、新しいな、本当に。巨国聞いたことない。誰もわかんないからね、言ったけど。え、本当に性転換してないんですか？これから、じゃあどうするんですか？いや、もう嘘つく人生はやめる。もう真面目に生きていく。もう本当にないですか？何個でいくかな。お母さんの財布から5,000円取ったんですけど、うわ最低。バレた時に、いやもう1,000円しか取ってないからって言いました。あ、もう窃盗罪です。何なの本当か。全部バレましたね、これで。うわー、私ちょっと真面目な話していいですか？はい、いいですよ。空回りは良くない。レペゼンさんすごいじゃないですか。すごいですね。だから空回りしちゃうわけですよ。でも自分のペースでやるのってやっぱ大事だなってすごい思いましたね。出落ちでしたもんね、最初。本田翼でーすって出て行って、もうあそこでは終わったなと思いましたから。はい、もう本当に誰も笑ってなかったんで。どうも本田翼でーす。あれ、ちょっと待って、やばい。自分のチャンネルの空気感と違うから、そこを私がねちゃんと理解できなかったのが視野が狭かった。自分のチャンネルでやってるノリは他の人のチャンネルで通用しない。多分根本が自信ないんでしょうね。だから大きなものに巻かれたいっていうか、やっぱそこの欲が多分出ちゃったんでしょうね。後々私見返したんですよ。結構痛いやつだなと私は思いました、自分で見てた。松本さんが突っ込んでるから成立するだけであって、もし松本さんが突っ込んでなかったら、そのチャンネルも痛いやつですよ、ただの。私そうですね。モさん、いつもありがとうございます。あ、いい。よそ行きの振る舞い方と自分のチャンネル振る舞い方は多分変えなきゃいけないっていうのと、私がそのもっと自分に自信持てば、ああいう大きな舞台でも空回りしなくなると思うんで。急に真面目な感じになりましたけど、チャンネル的に大丈夫ですか？最近こういうこと話してなかったですもんね。お母さんにも言われたのがちょっとね、痛かった。芋吉さんにも言われてました。芋吉にも怒られたんで、空回りしすぎって。この番組の企画が結構真面目な感じじゃないですか。それもありましたよね。ザ・バラエティの企画だったらツッコミが結構入ってたかもしれないですけどね。ちょっと今飲みたいものとかありますか？何ですか？なんか怒りますよ。なんで？分かりやすいな。怒ってくれるんですね、松本さんって。まあ、たまには。何怒ってくれますか？飲み物です。じゃあスゴジュ精力剤ドリンク。あ、やば、100人乗ってるか。いや、いいやらなくていいや、こういうの。この動画だけ、ちょっと普通でいさせて。この場に及んで精力剤飲む。いや、ちょっとやばいな。もう分かんなくなってるから、境目が。YouTuber 病ですよね。もうプライベートも青木かのみたいになっちゃってるから。松本さん何買ったんですか？私これです。いや渋いな。めっちゃ渋いぞ。リポビタン D。 なんでリポビタン D なんですか？だって私松本 D じゃないですか。だからこの D にかけて。いいの、今いいの。私スピーチ切ってるから。なんだこの人。いいっす。ごちそうさまです。すみません。はい。
あ、美味しい。ロストアーモンドカーニバル。滑ることもありますけど、今後とも頑張ってください。ウーバーイーツの人がめっちゃ座ってますね。マックの目の前待機してるんですよ。これなんであの近くで待ってるか知ってますか？あ、そこウーバーの配達やってたんですもんね。はい。なんで、なんですか？ウーバーってその場にいる近い人に注文お願いしますって来るんですよ。なるほど、ね。だから近くで待ってると注文が入りやすくなります。そうなんですね。多分3ヶ月間ぐらいもうウーバーしてない。高いからウーバー。あ、でも私はしょっちゅうしてますけどね。うるせえ。で、100人切りは本当に申し訳ないっていう挙国ですもんね。挙国は知らないけど、他の人のチャンネルで自分のチャンネルでの振る舞いするとこういう痛い目に遭ってしまうっていう、まあ自業自得なんですけど、空回りしないように今後とも紐を締め直して頑張ろうと思います。今後も応援してくださる方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あ、投げやりいつも通りで最後締めたいなと思ってTwitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、そちらもフォローお願いしますまた次の動画でお願いします投げやり。Oh